成功するかどうかはあなたのサポートにかかってるんだにゃ。そういうのはいいよ。可愛い衣装がもったいないし。すっごく可愛い衣装を用意するなら、リンじゃなくてカヨチンに着せてあげたいってこと。思うんだけど、あなたがリンのことを可愛いって言ってくれるのはあなたが優しいからだと思うんだ。だってどう見たって他の子の方が可愛いから、リンのことを励まそうとして言ってくれてるんだと。本当かにゃー。二人とももう部室にいたのね。リンちゃんのソロライブの相談、本番を見るのが楽しみだな。でもまだあまり決まってないんだ。あ、そうだ、カヤチンはどんなソロライブにするの？リンもカヤチンと同じ内容にしてもいい？え、それは却下ね。リンのソロライブなのに花代のアイデアを使ったら意味ないじゃない。マキちゃんの意地悪。な、意地悪で言ってるんじゃないわよ。ありがとう。あなたにいっぱいいっぱい手伝ってもらったらソロライブできるかもしれない。そこが問題なんだにゃ。カヨチンと二人で一緒にやるのはダメ？にゃー、そうなのかな。